第38節湘南対甲府前半45分今キックオフです。左にエンドを取りました。違いもいろいろ違うでしょうからね、はい、国の事情によっては違います。鈴木が入れた、キッてるパンチング、ヘディング、シュートー決まりました。1点先制したのは湘南です。石原のゴール、いやーキーパーが出てパンチング浮いたところを見事に決めました。落ち着いてますね、石原今シーズンこれで17得点目。いやーゴール前に鈴木が浮かせてこの一発で決めました。キーパー思い切って出たんですがキャッチできない、ね、出たところでもヘディングシュート、これはね、ここで試合終了。1対0湘南ベルマーレヴァンフォーレ甲府を破りました。1対0石原のゴールで1点を守り切りました湘南です。甲府としてはこの昇格戦線非常に痛い一杯。